撮影全く呼ばれなくなって。そんなことはないんですよ。そんなホーカードの皆さんに今日は特徴的な案件を持ってきました。ガチで、はい、歌舞伎町でめっちゃ有名な友達がいて、はいはい、すごいもうねバズりまくってて、歌舞伎町の有名人みたいな、その子が大阪に遊びに来てるのよ。やばい、こっちだ。この子の接待をしてほしいと。ほーい、まあ、接待といえど別に女の子だからもう趣味で行っても構わない。何でもありどうですか。ゴリゴリ行っちゃいますけどね、僕は。まあ、付き合っちゃっても構わない。うわ、俺とかでもちょっと気持ち伝えたすぎて、TikTok ライブにコメントとかしちゃう。意味わかんない。よっしゃ、ほんなら、もう呼んでくれてるはるんですか。もう呼んでます。なので、普通に楽しませてあげてほしいし、はい、フォーカードの実力を見せてあげてください。わかりました。任せてください。なるほど。せいちゃん、ちなみにどういう子なの。ギャル。ギャル。巨乳。巨乳。巨乳。AV女優。まあ、でもこれはちょっと。そのイメージのまま見たいとこあるけどな。うん、ギャルの巨乳の AV 女優です。歌舞伎町でね、結構ブイブイ言わせてる子なんで、歌舞伎町より南の方が楽しいってことを分からせてほしいよね。あー、受け回して。いや、南の楽しさ伝えてほしい。分かった、頼んだ。分かりました。はい、いいんすね。お前行くぞ俺らでな。はい、紹介接客お願いします。はい、はい、はじめまして、すいません、ランランって言います。すいません、お願いします。アイラって言います。あ、お願いします。一旦じゃ乾杯からいいっすか。はい、すいません、ほんまに。よし、始めます。あ、結構あれなんですか、そっけない感じですか。いや、そんなことないよ。東京の歌舞伎町とかだとさ、ホストとさ、こう乾杯するじゃん。うん、別に普通に置いて飲む感じだから。あ、家とかないから。家ないの。ない、ない。どこ行ってるのそれ。東京。東京歌舞伎町。じゃあそのおっぱいとかもじゃ無駄遣いしてるよ。おっぱいの無駄遣い。うん、どんなこと。どんなこと。どんなことって歌舞伎町どんなことな。いや別にやったりはしてるよ。やったりはしてるの。そういうあ、セックスをね。あ、ピョンポンするの。え、でもやってみたらどういう基準でやってるの。全員と やれる人とやるっていう企画で自分でやってて、うん、あ、やれる人とやる企画をやってる。何カップですか、ちなみに。 G カップぐらい。 G カップちょうどいいっすね。いい。ちょ、僕、ほんまに B か G じゃないと無理なんすよ。G って差が激しい。0か100みたいな感じ。あ、そうなんだ。はい、チラッと聞いたんやけど、うん、そのビデオのとか出てますよね。まだやり始めたのはかなり。あ、1年間休業してたからさ。そうなんや。妊娠と出産で。あ、妊娠と出産で大手メーカーとか行ってたんだけど、うん、その話もどうなったかわかんないけど、また復活して、また大手メーカー19日に行ったら、ほう、じゃまた V 復活するってこと。本格的にやるってこと。デビューする前だったからさ、うん、素人もやったんや。マジックミラー号は出たことあるよ。おー、結構。で、僕マジックミラー号見ますけど、うん、まあ、でもどっちかというと NTR の方が好きですかね。 NTR? NTR っていう。あ、そうなの。ネトリみたいな。まあでもこの後でも多分ボス回ってくると思うけど、大したことないから、まあ、選んでくれた方が早いんだけど。あ、そうなの。うん、うん、どう、もうまだちょっと見たいな。まだ見たい、うん、マジか。まあ時間も無駄やけどな。見とく、うん、まあまあ、じゃあ一旦じゃあお次です。失礼します。じゃあ後でまた待ってます。はい、失礼します。じゃあバリアのじゃあ703号室で待ってますから。はい、じゃあ失礼します。失礼します。おーっす。おーっす。めちゃくちゃギャルですやん、お姉さん。いいっすか、ちょっと、はい、ギャルって言われることは嬉しいっすか。嬉しいです。あ、嬉しいんや、はい、リツって言います。お願いします。よろしく。お願いします。マッシュって呼んでください。マッシュ君。マッシュでマッシュルームヘアみたいなしてるから。うん、その通りよ。ギャルは嬉しいんや。え、ギャルは嬉しい。嬉しい。昔やんちゃしてた。昔レディースやってた。村長。村長まで行ってた。ヒラで行ってた。ギャル化してギャルサーに入ったからさ。え、どれぐらいやんちゃしてた。そのヤバいトークで言うたら中学生の時に暴走出てたよ。暴走出てた、うん、なんかその危ないとことかには手染めてない。いや、そういうのはやってない。あ、そういうのはやってないんや。今までないよ、危ない系の。なんかもうちょっともう犯罪スレスレだったよみたいな。ないな。でも暴走って結構犯罪スレスレじゃん。それぐらい、うん、暴走ぐらい。暴走ぐらい。薬とかもない。あ、薬はもう犯罪。あ、もう犯罪やん。
やったことあんの薬自体は。薬やったっていうのをさ、言ったせいでさ、YouTube で、うん、風俗の仕事がなんかどんどんなくなってっちゃった。なるほどな。でも今はな、もうやってないからな。もうやってない。ほら、うん、昔やんな。昔。どれぐらい前昔って。って言っても、1年も経ってないじゃん。最近、結構、まあ、1年ぐらい前にやめたよね。いや、もっと最近までやってた。で、おかしくなって、先週ぐらい入院してたんだって。どれぐらいまで？最近、2ヶ月前まで入院してた。これ大丈夫か？もう YouTube で言ってる。あ、言ってんだよ。え、どっち系？飲む系？前、昔は注射だったけど、今炙りとか。今昔ね、ちょっと前ね。そう、ちょっと前。ね、うん、え、それ決めてさ、まあ、エッチするの絶対好きやん、ギャル系やん。その話やめようよ。顔はあんまりタイプじゃない、僕の。どう？どっち系がタイプなの？いや、あんまそんなマジマジミントリティー。でもさっきおばちゃんって話なんか聞いたかなさ。ああ、おばちゃんってね、見えてきちゃった。おばちゃんにね、最初は韓国風のなんか、はい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 、韓流アイドル系のホストみたいな、はいはいはい、そんな感じでかっこいいなと思ったけど、おーおーおー、おばちゃんって聞いてからさ、一気になんか変わっちゃってさ。今は？今はちょっとなんか変わっちゃった。言った人が悪いよね。言った人が悪いな。見てる人もさ、それでガクってなんか下がったらどうすんの。しゃあない、その時はその時。強いね。強いやろ。もうメンタル、口だけで戦ってたんで。あ、そうなんだ。喋りはどうすか？喋りも面白い。あ、喋りはいい。見た目はあんまよろしくないけど。声がいいじゃん。あ、僕ね、ちょっと歌の得意なんですよ。だからもう、もしなんかこう。ちょっと歌ってよ。ええー、お願い。何が好きなの？ちなみに昔のなんかこう言ったら昔の得意な歌。得意な歌？ちょっとジャニーズで言っていいでしょ。愛の塊とかでいい？いいよ。ちょっといい手拍子。思い切り抱きしめられると心、あなたでよかったと歌うの。なんかイメージが違うね、普段。普段声が変わっちゃうじゃん。うまい、うまいって言ったらうまい。あ、うまい。うまい。で、二人でカラオケとか行ったらちょっと落とせる自信はあんねんけどな。あ、そうなんだ。うん、落ちると思うよ、多分。変わる？さすがホストだね。ほんならまあ、俺もほぼ送りやと思っといていい？ほぼもう次行く時のシャンパンまで考えてる俺、正直。うん、もうほぼ俺送りってことだな。ほぼ今んとこね。うん、オッケー。うわ、もうその気持ちで一回吐けるわ、うん、ありがとう、うん、ちょっと手はすごいけど許して、うん、うん、やめて。ありがとう、うん、どうもいいでしょうか。はい、よろしくよろしく。めちゃくちゃええ見た目やな。ありがとう。ピンク好きな。ピンク好き。今まであのいろんなホストついたやろ、うん、いろいろ聞かれた。どんなこと聞かれた？やる企画みたいな話をしてて。やる企画、うん、エッチをってこと。やれる人と全員やるってやつで、お歌舞伎町全店の店に担当がいて1億円使ったって話。マジで、うん、それをさ、ちょっと思い出してさ、いつもお金使ってある人はやってんのかいな、エッチのこと。まあやってる。その企画で1000人くらいやった、うん、1500人。ちなみに俺もやねん。俺みなみのスティーブ・ジョブズって呼ばれてて、うん、何でか分かる？スティーブ・ジョブズまだ知ってる？知らない。あの iPhone 作った人や。 iPhone あれやろ、携帯の、うん、iPhone 作る前にこう作りはるな言われて、南でね、有名になって、うん、うん、だから南のスティーブ・ジョブズです。はい。ちなみにやね、ホストも行きまくってたわけやん。まあいろんなホスト見てきたわけやろ。どないっすか、それは。ガチ？うん、そう。どで、何が、何が、こっち向いてほしいな、一回ぐらい。結構可愛い、かっこいい。なんか嫌だ、可愛いって言われる。いや、嬉しい嬉しい。あれだ、もうこの動画可愛い言ってくれたし、まあまあ今までね、いろんな子ついたと思うけど、もう一回じゃあその子ら読んで改めて3人で決めてくれる？かわいい。じゃあ呼ぶよ。はい、というわけで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうだった、あやちゃん？嬉しい。やっぱり大阪でいっぱいホストの友達とかがいるんだけど、フォーカードのみんなが一番アイラちゃんと相性も合うし面白いかなって思ったもん。あ、ありがとう。どう？あり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 。ああ。あった感じはしたけどね、相性は。確かに。まあその、うん、それぞれ良さがな。で、一応さ、初回接客だったから一人決めてもらわなきゃいけないんだけど、まあ三人でもうダントツ、それとも悩む？悩むけど、とトリゾウさんかな。はいはいはい。どう？なんか心臓みたいな連鎖しながら急に。どこが良かったか、トリゾウかっこいいね。はい、いいよ。かっこいい、顔だけで選んだの？顔だけ、顔だけ。いやいや、なんで急にそんな顔だけやぞ。中身は、中身だったら誰がいい？あ、中身は、マッシュ君。おい、ほら、頑張。でも顔が、また、顔がまたおばちゃん、おばはんみたいな。でも中身嬉しいじゃん。中身嬉しいですけどね。
何してたんですか。何してたのずっと出張ってたかな。まあトータルしてそういうことやってね。こっちと。そう。あ、ありがとう。いやー。顔やん。しょうもないわ。やらせですかこれ。やらせじゃん。やらせ。まあでもほんまありがとう。まあ、東京の方やからまたな行く機会あったら。そうだね。今後ともさ撮影だけじゃなくてもさ。そうやな。仲良くしてあげてよ。うん。ああせいちゃんがいい機会組んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。あやちゃんのホストとやる企画ももしまた復活したら、うん、みんなも候補に入れてあげてよ。俺たちの企画というプライなプライベートだもんね。なるほど。申し訳ないけど、まあ、おばあんとかいつでも湧いてるやん。ほんまほんまコンドームとかもカオに捨てていらんよ。コンドームで引っ張られたみたいな顔してよ。いいっすね。いいっすね。間違えた上やろ。上か間違えた上やろ。ごめんごめん。下引っ張ったら大阪で友達ができてよかった。あ、嬉しい。よし、友達とかもセックスぐらいのみたいな。ああ、もう中身や気持ちは。だいぶ入り込んだからね。ゆっくり寝てよ。分かった。ありがとう。ありがとう。じゃあまたお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。ちょっと俺にもして。ああ、嬉しい。